さあ、今回はアドレスの改善と叩く意識でベストスコアを大幅に更新したという動画です。タスクさんにジェイコブス 3D のグリップの解析を行っていただき、それをもとに改善策を教えていただいたんです。どのアマチュアにも通じている部分でしたので動画にしました。コースですぐにできる内容だからベストが出たんだと思います。どうぞ。坂本さんのアドレスというのは肩関節が下部、結構前にある。で、全体的にここの部分をもっと内に入れたいんですね。ちゃんとこの体の上に持ってきたいんですよ。要するに常につま先体重になって、こういうフォースにですね、めちゃめちゃ弱いんですよ。クラブというのは切り返しから莫大なエネルギーなんですよ。もう いわばそのテイクバックからも莫大になっていきます。で、そのプロセスの中でもし体サイドがバランス取れない状況にいると、まず体はバランス取らなきゃってしちゃうんですよ。その時に腰が前に出たりとか、上の方に坂本さんの場合は体がこう持っていかれるような状況になるわけですよ。そういうことなんですけど、そうするとこうなっちゃうじゃないですか。はい、ちょっと後ろにかかる感じ。そうそう、気持ち悪いでしょ。はい、気持ち悪いです。そうじゃなくてですね、腰の部分、骨盤を曲げてる部分ってここですよね。そこですね、はい、その辺さえ。そうじゃなくて、お腹から曲げてほしいです。お腹から、こういう状況で腹圧入れながら前に、いわゆる骨盤は立った状況のまま腹圧を入れて、常にゴルフのスイングやってる間、腹圧が入った形でここの股関節を広げないとダウンに入った時に潰さないので。わかります？あ、今広がってます。今広がってますよね。これで腹圧かけてこう前にかがめば、ここが広がったまま、要するにおへそが下に向きますね。なのでダウンに入った時におへそを下に向けたまま骨盤を潰して入ることができるんですよ。最初からこうしてたら、もしこうしたら下に向かった時に開いていくしかないんですよ。そうすると今までよりも前傾を取っていただいてもですね、ていただいても結局前のめりになってないです。このラインがですね、きちんと土踏まずに上に持っていくってことですね。そしてその結果、この腰がめちゃめちゃ高いアドレスになって、下にあるボールを叩けるっていう状況なんですよ。これね、結構大切だと思います。裏めっちゃしんどい。しんどいですね。そこはちょっと違和感あるかもしれないけど、これ構えられます。これは、これはいけます。それでちょっとボール打ってもらっていいですか、実際。でもっとね、もっとボール遠いと思います。あ、どうですか。結構こういう状況になります。今までとだいぶ違うんですよ、世界が。はい、全然何でもやります。はい、もっとボール、これ自然とグリップしたいな。はい、そうです、そうです、そんな感じですね。膝のグラインディングを割と抑えられてる。はいはい、このグワーンがない。そうそうそう、ひょっとしたら、これだけで治っていく可能性は十分あります。で、ここで本当はやっていきたいのはこれです。いわゆるこの正しいアドレス状況の中で、ただバンバンこいつをぶったたくとです。ちょっとぶったたいてみましょう。正しいアドレスの中でぶったたく。そうです、そうです。初めてやりました、これ。はい、そうです、そうです、そうです。それで、本当に真面目にぶったたいてください。もうボール止まないで、こいつを思いっきりぶったたきます。そうです。この感じです。すごい、何今の。ほら。おお。わかります。全然違いません。おお。ポッシャーを変えていくことによって、なんとか変わっていく。で、それで引けてるからパフォーマンスどんどん出てくるっていう状況ですね。打てるかな。いや、どこ行ってもいいです。ボールは正直どこ行ってもいいです。そうです、そうです。ボールはどこ行ってもいいです。ボールの位置だけで十分デラバの調整できます。南半球だけで全部ゴルフは終わってる感じです。向こうに引っ張ったら終わりみたいな感じ。わかりました。それで振りまくります。はい、
ただそのドライバーはやっぱり力学特性がだいぶあるんで、はい、やっぱり自分でやっぱ気持ち悪い部分ってたくさんあるので、うん、おそらく、まあ、ちょっとやっていく必要があるんですけど、そのような中で理解してほしいのは、今度はゴルフクラブに助けられてくださいってことなんですよ。あ、それがこれです。これから多分9月に出せると思いますけど、これドライブ練習機ですね、はい、これってあの高性能なカーボンシャフトを手巻きで巻いて、すごく柔らかいんですけど、柔らかい練習機というのは基本的に持ってこないんですけど、これはもう完全に持ってきます。なのでこのグリップに与えたエネルギーが全部、これそのキックポイントがないので、全て進行ベクトルエネルギーに変えて、そしてヘッドに伝わると。そうするとやることは重心管理をして引っ張り上げて、そして第一エネルギーですね、こちらへキャストさせたら、勝手にクラブはヘッドは前に行くということですね、はい、して、はい、してただ単にこっちに下ろす、こっちにしょ、この感じ、はい、この感じ、この感じ、はい、このドンってやったら勝手にヘッドが行くっていうことをちょっと感じてください。わかりました。そうですね、ああ、めっちゃいいです。要するに本来はこのようにクラブを扱うんですよ、はい、要するにそれがクラブに負荷をかけるってことです、はい、もう一回やってみましょう。なんだいもっとね、あのトップとかね、作りに行かなくてもいいです、はい、重心管理されて、はい、引っ張り上げたら、はい、ただ単にストンと落として終わりです、はい、そう、めっちゃいいスイング。わかります？全然いつものクラブと違いますね。違いますよね。でこれめちゃめちゃ柔らかいクラブですけど 100% 打ててます。もっとできますね。あ、全然力む必要ないです。そうです。はー、パッとやったらまあ、あの今度機会があったら、はい、これどっかでちょっと使っていただきたいと思いますけど、はい、あのこれで十分ご自身の飛距離を得られてるはずです、はい、これだけ柔らかいシャフトでですよ。ちょうどこの間土手さんに、はい、あの柔らかいシャフトでグニャグニャのやつ振らせてもらったら、ええ、こうなって、はい、そうそう。逆にね、ちなみに今と同じ感覚でご自身のクラブ打ってもらっていいですか？怖いな。ちょっと今ね、弾道が出ないような状況になってもったいないんですけど、そう、ちょっとペラるでしょ、はいはい、ってことはオーバースペックってことです。今感じました。分かります、はい、要するにしならせられないってことです。られてないですね、はいはい、もう一回いきましょう。同じタイムで同じように第一加速を出したら終わりです、はい、ほら右出るでしょ、はい、こっちです、はい、で同じ球だったじゃないですか、はい、ここってことは来てないです。来てないってことです、はい、要するに反応が悪いシャフトってことです。そういうふうに考えていくと、坂野さんのパフォーマンスというのは今の現状ままでめちゃめちゃ上がるってことです。ポッシャー変えて正しいクラブを持てばめちゃめちゃ良くなるってことです。それがほぼほぼ今日の結論ということで、早く言ってください。もうね、皆さん言われてるんですけど、もうね、9月どうにか出せますんでこれすごいな。これ多分、はい、自分が良くなりますね。あ、絶対そうです。ですよ、そうです、はい、いや、だそれをね伝えたいんですよ、うん、正しいクラブを持てばスイングも良くなるってことです、うんうんうん、そうですね、そうですね、はい、わかります、わかります。めっちゃいいじゃないですか。おー、めっちゃいいです。全然なってないじゃないですか。カット直った。カットが全然直ってるでしょ、はい、この間土手さんの柔らかい棒を振ったスイング、このままです。こんな感じです。はい、めっちゃ楽。めっちゃ楽でしょ。楽なゴルフができるでしょ。めっちゃ楽っす。そうすると負荷値もすごい落ちるんですよ、はい、ってことはライの状況とか、うん、疲労とかにも、はいはいはい、全然問題なくなるんですよ、はい、ぶったたけるぞこれめっちゃいいスイング。おめっちゃいいスイングですよ。ポジションもいい。ほら、お
めっちゃいいですよ。だもちろん若干上からも入ってるけど、はい、ただこれだったら全然許容範囲ないです、はい、でこれでもし体整えたらすごいプレイヤーになってことですよ。自分何にもしてないです、逆に、はい、でこれでねいろいろ試してほしいんですよ。例えば今ストロングにされてますけど、はい、少しスクエアでも打てんじゃないと思ってほしいんですよ、うんうんうん、正直いつもよりスクエアなんですよ。あ、いつもスクエアですね、はい、それは明らかにそうに言われてますけど、はい、そうです、そうです。これだけヘッド返ってくるなら、はいはい、じゃあちょっとやってみてください。信頼してできるかもしれない、はい、これこんぐらいいつもよりだいぶスクエアですけど、はいはい、スクエアでめっちゃいいじゃないですか。あ、だからクラブめっちゃいいよこれ。あ、めっちゃいいじゃないですか。そう、そういうこと。さあ、そして冒頭お伝えしました私の詳細なデータを取っていただいたんですが、私は説明しきれないのでタスクゴルフさんのチャンネルでものすごく細かく説明した動画を出してくださるそうです。どうやら私は異常にシャフトの旋回が少ないようなんですね。さあ、そして私も持っているんですが使い方があまりわからなかった 3D スイングメンター、この使い方を最後に聞いています。それと同じようにグリップするそのまま、はい、ドライバーと全く同じで、はい、はい、これでメンター振ってもらっていいですか。普通に振っていいですか。はい、普通にあの揺らしてください、左右に、はい、ちょっともう一回お願いします。そうですね、ちょっと危うい感じですね。そうするとやっぱりどうしても、うん、ちょっといいですか、この、ちょっと揺らしてもらっていいですか。揺らしてた時に基本的にはこの縦コックが外れ、そして背中に重心が外れていくっていうことなんです。これをもし重心ずっと直したい、そうですね、重心外さないようにするとすれば、これもともと坂本さんが自然にやってらっしゃったことなんだけど、少しスクエア気味にされて、これちょっと気持ち悪いかもしれませんけど、ちょっとタレトライしてみてください。そして支点力点関係で押さえていただくという状況で、もう少しもう少し短く持ちましょう、はい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 、これで左右に揺らす、はい、そうすると割と綺麗に重心管理されるということですね、はい、それそのまま引き上げる、はい、そのまま全然いいで す、 あ、そうです。ここまで引き上げられるんであれば多分スクエアでも十分ゴルフはできるような気がしますね、はい。そうです、おっしゃるようにこれをこう持とうとはあんま思わないですね、そうですね、普段みたいに。そうするともう本能的に触れないの分かるじゃないですか、はい、こうなっちゃうんですよね、はい、はい、そういうことになります。スクエアに持ちたくなりますね、はい、これは、うん、そうですね、はい、そういうことです。ここですね、はい、あ、なので多分おそらくねスクエアでも十分ゴルフができる方だとは僕は思います、はい、あ、いやいや、はい、これこの後タスクさんこれ、はい、普通にフルでいいんですか。いや、これからはやることをしつつで、はい、これって変重心の特性を 30% 増しているので、はい、ただ単にグリップエンド方向にちょっと圧力をシュッとかけるだけで、はいはい、勝手にクラブは横ベクトル展開していくということですね、はい、これは勝手にクラブがやることなんで、それも分かっていただくために開発したものなんで、はいはい、ただスッと出すだけです。ここから別にスイングしなくても大丈夫です、はい、そのまま重心管理で引っ張り上げて少し圧力かけてトン、そうです、これそれでいいです、はいはい、少し縦コックもうちょっと取った方がいいですね。縦コック、あの、この、この初期の時の、あ、初期の、はい、そうです、縦コックをもうちょっと出て、はい、パッて引っ張って引っ張り上げて引っ張る、そうです。そうすると勝手にクラブがテンって展開するのが分かりますよね、はいはい、こういう使い方ですね、はい、そうです。それが一つ の、 あの回答になる可能性が高いということですね、はい、